始まりました、もやもやなだだ。今回もですね、私テレビ東京アナウンサーの加納恵里とバナナ社員のナナナがなんとこちら六本木にあります朝日さんの本社にやってきちゃいました。今日はいろいろこの中でちょっとね、ナナナが対決することができるというふうに聞いてきたので、早速中に入ってみたいと思います。では行ってきます。じゃあ行こう、ナナナ初めてだね。 OK。 なってみんなで応援していこうってことで、グッズもたくさん売ってるんだね。すごいテレビ朝日勢いあるねテレビ東京も負けてられないよアウェイアウェイどうしよう、ね、でもまあ一回今日ぐらい、せっかくの機会ですから貼っつけていきましょう。こんにちは、テレビ東京ですすいません全然違うんですよろしくお願いします。テレビ朝日もテレビ東京もよろしくお願いしますそしてあ、ナナナ仲間じゃないの、仲間って言ってますか。ナナナちゃんですよ、テレビ朝日のマスコットキャラクターのテレ朝ストリートとかちょっと回ってみますかね。友達がいました。こんばんは、すごい視線を感じるんだけど、ナナはぶつからないで、ね、みんな見て見て、あの方のかの有名な徹子の部屋の黒柳徹子さん、ボタンがあるのかしら、いいですか。じゃあせっかくだからナナナちょっと押させていただきましょう。じゃあお願いします、せーのナナパーマ、ようこそいらっしゃいました。どうぞお座りください、そこお座りくださいませ、どうぞじゃあ私、じゃあすいません、ちょっと失礼して、どうぞどうぞ、よろしくお願いします。それでいろんなお話伺わせていただきます。どうぞこちらこそ、本当にございました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとテレビ朝日のテスコの部屋、気をつけてお帰りください。本当にありがとうございました。もう終わっちゃいました。行かなくていいんですか。まあでもなんか貴重な体験ありがとうございました。というわけでゴーちゃん VS ナナナのキックチャレンジ対決、イエーイではナナナお願いします。ナナナ5点を狙いに行ったんですが、これも入らず、ピーチ。はい、ちょっとナナナ5点ちょっとこれは大きかった。ナナナ絶対にいけない、ちょっと待って、ナナナ今ねこれ入った、5点入りました。ゴーちゃん今のこれどうですか、今ドリブルをしてからの5点ですけど、これは許してもらえますか。ダメお願いします。わー惜しいどうでしょうゴーちゃん、これあともう一球ってのありなんでしょうか。OK だということで、ありがとうございます、寛大なゴーちゃんからあと一球もらいましたからね。これじゃあナナナ絶対決めなければいけない戦いがここにありますよ。
ナナナが得意なゲームで黒ひげ危機一発で勝負したいと思います。よろしくお願いします。せーなってもう良かったんですけれども、実は今回の趣旨ちょっとナナナ忘れてるんじゃないの今回はね、このテレビ朝日さんに来させてもらった理由としては、ゴーちゃんが最強キャラクター大賞に今出場しているということで、もう頑張ってという応援エールを送りに来たということで、ちょっと例のあれを渡しますか。ゴーちゃんの好きなものと聞いて野菜とココア持ってきました。野菜好きなんですか？やだ、私たち表現本能してるだけなのに、やだ、どうしよう。なんでしょう、見てもいいですか？ナナナ、ちょっと見せていただきましょうか。じゃあ、あ、かわいい。ナナナ見て、じゃーん、ミニゴーちゃん、いただきました。ありがとうございます。かわいい。記憶が3人についてるのね。さあ、それではゴーちゃんにナナナからエールを送ってもらいましょう。せーの、えいえい、おー、ゴーちゃん頑張ってね、応援してます。